皆さんどうも、ケカです。今日も始まるよ。ご覧ください、イチョウの木が黄色になってます。とってもいいですね。もみじ紅葉の季節ですね。木によってはいろんな落ち葉が落ちているので、今日はそれを片付けていくぞ。ケイカチャンネルでは新しいお道具を使ってみたり、もっと便利にならないかなと思って挑戦してみたり、いろんなことを動画制作しています。新しい動画を作るには皆さんの応援がとっても大切です。その応援には1チャンネル登録、2高評価、3動画の再生ということでお願いしたいです。それが応援につながりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。皆さんのご家族、ご親族、お友達、いっぱいの方にケイカチャンネルご紹介してくださいね。今日取り組んでみるのはこちらですよ。ブロワー対決、イエーイ。最近ね、我が家に来たばかりのスプリットモーターに取り付けるブロワーアタッチメントと、以前から私を助けてくれている 18V のブロワーそのものを戦わせてみたいと思います。どっちがパワーが強いのか、どっちが使いやすいのか、今日やってみますよ。今日の相棒を紹介しますよ。カメラさん、こちらを見てください。じゃん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 。ちょっと前に紹介したばかりのスプリットモーターのブロワーアタッチメント、ここから先がね、アタッチメントですよ。とてもいいですね。そして18V のスプリットモーター、それから対決するのはこちら。もう皆さん、この経過チャンネル漏れなくチェックしていればわかる 18V の私の一番お気に入りのブロワーです。ね、ノズルがね、こう平たいアヒル口になってます。見えてますか、カメラさん、ここから。あの風を集めてね、力強く飛ばすことができるノズルがあります。で、このね、スプリットモーターのね、アタッチメント紹介した時に、このアヒル口ちゃんありますよってコメントでね、書いて教えてくれた方あるんですよ。あの水平になるね、口があるよっていうので取り付けてみました。そうするとね、2つともこの先のこう、つぼまった形が同じだから条件は一緒ですよということです。よーし、楽しみ。今の紹介でね、気づいた方ありましたか。このね、ノズルはね、微妙にこうカーブしててね、わかりますかね、カメラさん、わかる。ちょっとね、こう反ってるんですよ。で、その反ってるのを下に向けると落ち葉飛ばないでね。だからちゃんとこっちの向きが正しいのを、こう風当たるわけだからさ、あの上下逆につけちゃったんで直しました。これで両方一緒ですよ。ほら、ちゃんと下がこうちょっとこう反ったような感じになってますね。 OK、 では早速出動してみましょう。今日の獲物ですよ、こちらご覧ください。じゃ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 ん。通路にね、落ち始めたイチョウの葉っぱがいっぱいです。ここの通路と、あとね、隣の通路も見て、こっちですよ。じゃ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 ん。ほら、こちらですよ。ちょうどね、左のね、私から見て左の方にね、落ち葉が集まっててね、とっても条件が似てるでしょ。だから向こうはね、スプリットモーター、こっちは 18V で取り組んでいきたいと思います。皆さんの目にはどっちが強く映るか楽しみです。私もやってみるの楽しみ。行ってみましょう。出発準備 OK です。パワーはね、スプリットモーターは1と2とあって、あの2のパワー強い方で行ってみたいと思います。カメラさん OK？ はい、じゃあ行きます。それお、いいですね、いいですね。おー、 OK OK、オッケー、あー、飛びます、飛びます、いいね、いいね、いい感じに飛ばせますね。よーし、あ、葉っぱに絡まったね、落ち葉もよく取れるね。いいです、いいです。それとてもいいですね。ない時より風が集まってます。すごくいい。風にね、あの煽られてね、草に絡まった落ち葉もよく取れてます。じゃ続きいきますよ。よし、
もあるね。張り付いてもちょっとしっかり風を当てれば取れる。いいですね。よし、 OK OK。 よし、草にね絡まったのはね何回か当てないと取れない。よし、はっきり、いいですね。落ち葉が集まってきたけどまだまだ飛びますね。わあ気持ちいい、すごく。それいい感じに取れます。よし、いいですね。よく取れてますね。よし、オッケーオッケー、いいです、いいです。よし、銀杏もコロコロっていく。よし、向かい風になってきましたね、少しね。よーし、オッケーオッケー、溜まった落ち葉も飛ばせます。よーし、いいですね。よーし、オッケー、カラ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 、いいです、いいです。うわ、こんなに集まったんだ、すごい。よーし、オッケーオッケー、くっついちゃってる銀杏はね飛ばないところもあるけど、よし、オッケー、いいですね。よーし、はい、オッケー、できました。見ましたか。よいしょ、通路の端までね落ち葉を飛ばすことできました。銀杏もね集められたよ。オッケーです。見て、こんな感じです。ところどころね草に絡まった落ち葉はね全部とまではいかなかったけど飛ばすことできました。よし、うん、よし、じゃあ次はこちらの列いきますよ。次はブロワー、スプリットモーターじゃなくてブロワーに特化した、もうこれはブロワーにだけ使うというお道具ですね。でパワーは 1,2 じゃなくて無段階変速です。ここにねトリガー、こうあのトリガーの上にパワーがついていて、ぐーっとここを動かすことによってパワーを調節できます。最強のパワーでいくよ。向こうも2の最強のパワーだったからね。じゃあ行ってみます。最強にしていきます。おー、あー、すごい、これはすごい。おー、いいですね。よし、これどう。見た瞬間分かっちゃった、パワー強いね。うん、すごい力です。わ、向こうまで行ってみましょう。よーし、うわー強い。わー、すごいすごい。ありましたし、排水用のねマスの中から草生えてたりしてね、条件が過酷だったんだけど、あの残りませんでした。葉っぱ上手に取れましたよ。そしてね、いや風のね出る強さがね圧倒的に強かったです。こちらの方がね素晴らしかったです。だからねここから向こうまで飛ばすのも時間がね半分ぐらいだったと思います。向こうの通路スプリットモーターでしたよりもこっちの方が圧倒的に速くて残りも少なかった。葉っぱもなんとあの銀杏も残らなかったということで、パワーこちらの勝ちです。イエーイ。皆さん知ってましたか、あの 18V スプリットモーターにつけるブロワーアタッチメントより通常のブロワーの方がパワーが強いって私知らなかったですよ。やってみたらね、使い比べてみたら分かりました。
せました。ちょっとメガネ取ってからね。いやどうでしょうね、皆さんカメラで見てて分かったでしょうかね、画面越しで。私の体感としてはね、圧倒的なパワーでこちらが使いやすかったです。ブロワーに特化しているというだけあってね、よく飛びますよ、 18V のね。このブロワー、私どのブロワーより好きだと言ってきたんですけどね、これは使いやすいです。でね、スプリントモーター 18V のブロワーアタッチメントで最後飛ばせなかったね、銀杏の塊をこれでトライしてみたら、これでコロコロと飛ばすことできました。土の上に乗った銀杏でも飛ばすことができたので、パワー面では圧倒的にこちらというふうに思います。でもね、弱い風にしても風が強すぎるという部分もあるかもしれません。大量の落ち葉を飛ばして集めたいという時にはこちらでね、狙ったところをね、ちょっと優しい風でわーっと集めたり、あとはね、草刈りし終わった後、刈った草が飛び散ってその石の上とか舗装の上をきれいにしたいなんていう時にはね、この先を取り替えるだけだから、それだと便利だと思います。その場面場面に応じてね、こう使い分けていただくというのが肌折りじゃないかなというふうに思います。皆さんね、画面で見ててやっぱりこっちが強そうだったとかね、こんな風な使い方するともっと良さそうかもよなんてお気づきのことがありましたら、ぜひコメント欄に、ね、載せて教えてください。私はスプリットモーターのブロアタッチメントとブロアのパワー比べ、使い方比べ初めてしたので、こんなに違いがあるっていうふうに驚きました。とっても楽しかったです。これからも面白い動画作るように頑張っていきます。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、温かいコメント、優しいアドバイス、お待ちしています。また。